さん、スペースクラフトの3人会場です。どうぞ。お願いします。今日はどんなことをお祈りしましたか？私は、ご縁の神様なので、これからもいい縁が回ってきますようにっていうのと、あとこれからもずっとたくさん役をできたら、たくさんの役をできたらいいなとお祈りしました。私はいろんな役をやったり、それぞれ違う個性を持った役をたくさんやりたいなと思ってお祈りしました。はい、すいませんけど、お願いしていいですか？今日はね、どんなことをお祈りしましたか？なんか、自分はなんか普通に喋ったり、なんかセリフとかを普通に喋ったり、あとなんか釣りもめっちゃ頑張りたいとお願いしました。すごい可愛い着物を着られてると思うんですけども、この着心地とか着てみてどう思いましたか？私は、この衣装は京都丸紅さんの天然天シリーズの中から鶴のお着物を着せていただいたんですけど、この赤いピンク、赤ピンク色の中に真っ白な鶴が羽ばたいていて舞い上がっていきそうで、私も舞い上がってこの鶴のように舞い上がっていけたらいいなと思いました。私は水色とか水色じゃなくて水色があるんですけど、ここに椿が、お花がたくさんあって、心に椿で、髪型も椿だから、すごい椿セットだなって、可愛いなって思いました。で、私はなんかこの衣装の黒と白とか可愛くていいなと思ったり、この髪型のなんか赤い丸いやつとかは、なんかそんな綺麗でおしゃれだなと思いました。今日この3人で桃の節句をお参りしたと思うんですけど、今までの自分たちやってたのと今日はちょっと違った感じしましたか？どういう気になりました？初めて のこともあったんですけど、七五三の時とかではやったりはしていたんですけど、初めてのこともあったので、すごいドキドキしていましたが、でもやってみると楽しくて、でなんかこれからどんどん、パワー力をもらったなって感じました。私はなんかこういうああいう場所でこういうことやるの初めてだったので、覚えたりとかちゃんと本番できるかなって心配だったんですけど、ちゃんとできて、ちゃんと神様にお祈りできて嬉しかったです。すいませんけど、ごめんですけど、もう一回寝ていい？今日3人でやってみて、今までの桃の節句とは違ったかな？やってみて楽しかった？なんか、なんか初めてのこともあったので、すごく面白かったし嬉しかったので、すごいなんか楽しかったから、ありがたいなと思いました。あとその3人でね、3人感情ですって今言ったと思うんですけど、皆さんドラマとかたくさん出てると思うんですけど、この3人で何かこう一緒にやったりとか歌ったりとか踊ったりとかしたりとかって思ったりしましたか？こうしてまた私は二十四の人に行って、ここねちゃんと会ったことがあって、
可愛かった今あんこっていう映画で、ゆめくんと一緒に共演したことがあるんですけど、この2人だけじゃなくて、3人でまたなんかいろんなことをして、一緒にお芝居も兄弟役とかでやってみたいなってちょっと思いました。私もなんか姉妹とかでやれたり、個性がそれぞれ違うような素敵な姉妹役をやれたら嬉しいなと思います。私もなんか、はるちゃんと、なんか一緒に、可愛かったあんこの時に会ったけど、なんかまたもう3人と一緒にしたいなとめっちゃやりたいと思っています。そうです、ありがとうございます。はい、お願いします。皆様、桃の節句ですけど、何か、お家に帰ってからとか今日楽しみにしていることっていうのはそれぞれありますか？私は小さい頃から毎年家族でお雛様を出してちらし寿司を食べて、あとケーキとかを作ったりしてお祝いをしているんですけど、小さい頃は私一人だけだったので、弟ができて、で弟も一緒にやってすごい大きくなったら成長したなっていうふうに感じたり、あとは去年もお雛様出してママと一緒にちらし寿司を作ってみんなで食べたんですけど、今年もまたお家に帰ってちらし寿司をみんなで作ってまた食べたいなってちょっと楽しみにしてます。私は小さい頃なんかひな人形を怖がってたんですよ。だから今